あー天国やはりこたつは日本が生み出した世界遺産だなえいいのとにかくすごいってことせっかくこうやって温まってはあってなってる彼女になんでそういう水さすこと言うかなとにかくすごい発明ってことが言いたかったのぐらいわかるでしょあああやだやだこれだから細かい人ってやあねえ ま、私はこたつに潜れて機嫌がいいから今日のところは許してやろう早くないよ最近すっごい寒くなってきたんだよ大好きな彼女の私が風邪ひいてもいいのええ いやこたつ出す方が風邪ひくってそんなことあるわけないじゃん人間が温まるために開発されたものなんだからえいやまあこたつで寝落ちすることもまあなくはないですけどううん、そそんな頻繁じゃないもんきょ去年 去年はまあそれで風邪をひいたのはこたてで収まるぐらいじゃないんでもこたつのせいじゃないもともと風邪ひきやすい体質なんじゃないん冬以外風邪ひいてるの見たことないって言うけどだって冬は寒くなる時期だもん風邪ひきやすくなる時期だもん んこたつ買う前ですか風邪ひくことなんかなかったですけど。ん、でも。あだから今年こたつ出すのしぶってたのなんで。まあ私のせいか。わかった。じゃあもう寝落ちしないって約束する。寝るときはちゃんとベッドに行く。 もしくはここに枕を持ってきてちゃんとここで寝る。いやだってだって中途半端に暑いからって出るから風邪ひくんでしょじゃあここでちゃんと肩までおふた使って寝たら別にはいすいません。ん <laughs>。細かいな本当に。 それだけじゃないって…何がうん…うん…うんね、なんかすっごい嫌な予感するんだけど…え、もっかい聞くけど… 私がこたつに入り浸る上で何が嫌なんですか風邪ひいちゃうのは分かりました今言いよんでたやつそうだね出なくなるよ運動もしなくなるけどいっぱい食べますよだってこたつで食べるみかん最高だもんそれでホラーって何よ最後まで言いなさいよ もちもちしてきたじゃんって。最低よく女の子にそういうこと言えるよね。最低バ,ーカ,バ,ーカ,バーカ、バカバカ、バカスケ、タコスケ。知らないよ、誰タコスケ。は何笑ってんの喧嘩ですけど。もう罰として一旦こたつから出て、そこに星座。で ももちもちしててきたっていうのはクレームですか最近太りましたよね痩せた方がいいんじゃないですかっていうクレームですか言っときますけどねあなたの彼女はもともともちもちなんです別に細いったわけじゃないし頑張って夏の間は頑張ってダイエットをしてるのそれもこれも冬の間の美味しいものをたくさん食べるためクリスマスシーズンのごちそうケーキお正月になったらお雑煮で餅も,もたくさん食べなきゃいけないし それに向けて頑張ってダイエットしてキープしてるのだからむしろこっちが標準だからうんなんでそんなずっと微笑ましそうなちょっとニヤニヤしちゃってさ嫌い嫌いん。<laughs> 怒った 嫌だもん、だってうん嫌いだって私だって冬場さこたつにこうやって入っていっぱい食べちゃうの分かってるからその分ご飯の量普段ちょっと減らしたりとかバイトの時だって ひと歩くようにしてるもんなのになんでそんなこと言うわけんいや心配してくれてるのは分かってる。 だから、風邪ひいちゃうからっていう言い分に関してはその通りだと思うし、ありがたいなって。そっちだけじゃないって、どういうこともちもちの件って言わないで、うん、風邪ひくじゃない方に関しては 私が気にするじゃんってどういうことうんうん知ってる私が髪切ったとかスタイルが変わったってどれも全部可愛いって言ってくれてるし君は。 私がどんな姿になっても可愛い好きって言ってくれるんだろうなっていうのは知ってるよ、はあ私が自分で太ったとか気にして悲しい気持ちになっちゃうからそういうの少しでも 減ったらなって思ってたってことそっかごめんでもね君と付き合ってこうやって冬を迎えるのも何年目かでしょだから 私も多少自分が太ってもさもうブスだ死にたいとかならないのそれは君が私のことをもううるさいいらないっていうぐらい可愛いい好きって言ってくれるからだからいっかなって気が緩んでダイエットをサボっていた部分もあってさっきも そうやってサボってるのを見て、ちょっとはダイエットしたらみたいな、遠回しに言いたいのかなって思って、どんな私でも好きなんじゃなかったのって思って、わーって怒っちゃったんだけど、私のこと気遣って言ってくれたのに、ごめんなさい。うん。仲直り。 でもやっぱり女の子にもちもちっていうのはどうかと思う。だから、うん。ごめんねのギューは、ギュもっと、ギュしょうがないから許してやったっていい。<laughs> うん。 いいえじゃあ仲直りしたので再びこたつに入ることを許可しましょう <laughs> 私がこたつ大好きなもう一つの理由ちゃんと分かってるやっぱり分かってないんだバカミカ <laughs> ん取ってきて 買ってきたから早く早くうん2二人掛けのソファ狭いからって隣に座ってくれない君と近くでたくさんお話できるからなんですけどバーカモチモチって言った罰に自分から気づくまで絶対に教えてやんないんだから